5月3日水曜日、今日のお洗濯情報をお伝えしていきます。まずはこちら幕張の空模様ですが、雲も少ない、快晴の青空が広がっております。非常によく晴れて日差しもたっぷり届いております。さあ、全国的に今日は晴れて日差しが届きそうです。この後のお天気の移り変わりを天気分布予想で見ていきましょう。こちら朝9時の予想ですが、北海道から九州までオレンジ色のエリアが広がっておりまして、晴れていることがわかります。北海道内少し雲が広がるタイミングありそうです。また午後になりますと西から雲が広がる予想となっております。九州北部などでは夕方ごろ雲が厚みを増す予想です。それではここからは今日お洗濯できるかどうかアイコンで見ていきましょう。こちらが今日のお洗濯アイコンですが、北海道から沖縄まで今日は OK アイコンが並んでおります。広くですね、お洗濯外干し問題ありません。またたっぷり日差し届くので、お布団干したりなどね、大物もあっという間に乾きそうです。九州午後は雲が広がり始めますので、お洗濯早めがおすすめです。最新の気象情報や詳しいお洗濯情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。